誕生日、あなたはどう過ごしていますか？友達とパーティー、恋人からのプレゼント、それもいいですね。でも、こんな誕生日もあることをちょっと聞いてみませんか？水戸黄門として有名な徳川光圀は、自分の誕生日には最も粗末な食事をしたと言われます。吉川英治は次のように書いています。今日はわしの誕生日ではなかったか？さようにございまする。だのになぜこのような地層をたくさんにお膳へ並べてくるか。そのためわざわざ中港の生きた鯛を選び、お赤飯を差し上げるのでございますが。また失念いたしたの。光圀の誕生祝いには必ず粥と梅干し一つでよいと言うてあるに。あ、さようでございました。家臣は慌ててお膳を下げた。年に一度のことなので、初めのうちはよくこんな失態を演じたが、後々には光圀の親思いが家臣の心にも染み入って決して忘れなくなった。聖母の久子が世を去ってからである。光圀は自分の誕生日には必ず梅干しと粥で済ましていた。なぜ誕生日に粗末な食事なのですか？と光圀に尋ねると、きっとこう答えるでしょう。なるほど、誕生日はこの世に生まれた祝うべき日であるかもしれない。しかしこの日こそ自分が亡き母上を最も苦しめた日なのだ。それを思うと珍味ずくめでお祝いする気にはどうしてもなれぬ。母上を思い、母上のご苦労を思えば、自分はせめて一年中でこの日だけでも粗末な料理で母上のご恩を感謝してみたい。誕生、人間に生まれたこと。さて、あなたはどう思っていますか？私たちは人間に生まれたことを当たり前に思ったり、苦しい時などは人間に生まれたことを恨んだり後悔したりしていますが、人間に生まれたことは大変に喜ばねばならないことだとお釈迦様は教えておられます。人心受けがたし、今すでに浮く。これはお釈迦様の有名なお言葉です。人心とは私たち人間のことです。人心受けがたし、今すでに浮くとは、生まれがたい人間に生まれることができてよかったという喜びの言葉です。よくぞ人間に生まれたものぞという生命の大歓喜です。ある時、お釈迦様が阿難というお弟子に、そなたは人間に生まれたことをどのように思っているかと尋ねられました。大変喜んでおりますと阿難尊者が答えると、お釈迦様は次のような話をされています。今日、猛き不木のたとえと言われているお話です。
果てしなく広がる海の底に目の見えない亀がいる。その亀が100年に一度海面に顔を出すのだ。広い海には一本の丸太ん棒が浮いている。丸太ん棒の真ん中には小さな穴がある。その丸太ん棒は風のまにまに西へ東へ南へ北へと漂っているのだ。アナンよ、100年に一度浮かび上がるこの亀が浮かび上がった拍子に丸太ん棒の穴にひょいっと頭を入れることがあると思うか。聞かれたアナンは驚いて、お釈迦様、そんなことはとても考えられませんと答えると、絶対にないと言い切れるか。お釈迦様が念をされると、何億年かける何億年、何兆年かける何兆年の間にはひょっと頭を入れることがあるかもしれませんが、ないと言ってもよいくらい難しいことですとアナンが答えると、ところがアナンよ、私たちが人間に生まれることはこの亀が丸太ん棒の穴に首を入れることがあるよりも難しいことなんだ。ありがたいことなんだよとお釈迦様は教えられています。ありがたいとは、あることが難しいということで、めったにないことを言います。人間に生まれることはそれほど喜ばねばならないことだとお釈迦様は教えられているのですが、喜んでいるどころか、なんで生まれてきたのだろう、人間に生まれさえしなければこんなに苦しまなくてよかったのにと恨んでいる人さえあります。それは何のために人間に生まれてきたのか、何のために生きているのか、なぜ苦しくても生きねばならないのか、人生の目的がわからないからです。人間に生まれたのはこれ一つのためであったと、人生の目的を達成させていただいた時にこそ、人心受けがたし今すでに行く、人間に生まれてよかったという生命の大歓喜が起きるのです。では人生の目的は何でしょうか。それを見つけるために生きるのさ、生きるために生きているだけと、結局どこにも答えを聞けない中で、親鸞聖人ほど人生の目的を明らかにし、その達成を進められた方はありません。万人共通の生きる目的は、苦しみ悩みの根源を破り、よくぞこの世に生まれたものぞの生命の大歓喜を得て、永遠の幸福に生かされることである。どんなに苦しくとも、この目的果たすまでは生き抜きなさいよ。親鸞聖人90年のメッセージは一貫してこれしかありませんでした。聖人が徹底された人生の目的を知れば、
なぜその生き方に感動し、共感する人が多いのか、うなずけるでしょう。人類の最も大切なもの、人生の目的を明らかにされたのが、親鸞聖人なのです。